今回は、ブルーロックに関するネットの反応をお送りするよ。アニメ効果で、ブルーロックのコミックスの累計発行部数が2000万部を超えたことが話題になったね。2023年のコミックス売り上げはこんな感じ。2023年ってことはまだ2ヶ月経ってないのにこんなに売れてるんだね。チェンソーマンを抜いて1位ってのがすごいね。チェンソーマンはアニメの失敗が逆風になってる気もするね。ブルーロックのこの勢いを見るとアニメ効果が関係してるのは明らかだからね。さて、これについてのネットの反応はどんな感じかな。手にプリかと思ったけど全然こっちの方がおもろい。本屋でがっつり品切れしてたよな。たった2週間で300万部くらい上乗せしてる。ブルーロック人気やばい。マガジンはなんだかんだしぶといよな。通り部とかぶってのヒットは久しぶりだとは思うけど、一般層に受けやすいんだろうね。デスゲームプラスサッカーはありそうでなかった。それととんでもサッカー漫画愛を感じる。ほぼ唯一の名前あり女性キャラの名前の由来がテイリアンリナあたり、ただものじゃないよな。女向けすぎて俺には合わんわ。確かに嫁や中一の娘が好きなんだが、実際に読むとなぜ女受けするのかがよくわからないんだよ。サッカー好きにしか理解できない専門用語も多いし。あれはサッカー知らないと楽しめない漫画だと思ったがな。能力バトルだろこれ。ワールドカップが完全に追い風になったな。ブルーロックが言ってる日本にはストライカーがいないという問題点が浮き彫りになって話題になったもん。サッカー漫画がヒットするって珍しい。稲妻イレブン以来だな。アニメ化でキャラにファンがつきまくってるもんな。三笘のおかげやろ。三笘選手もらえるはインパクトあったもんな。広告戦略の勝利では。サッカー要素はマジで薄い。日本代表けなしてるでサッカーオタクを引きつけたで、大人気デスゲーム要素ありで主人公の成長と個性豊かなキャラが丁寧に描かれていった。今まででワールドクラスのサッカー選手って三笘くらいだし、この漫画の言ってることは正しい。現実はドイツスペイン倒して1位突破とか漫画よりすごいことを成し遂げたんだが、漫画はベスト16で敗退しないぞ。ブルーロックの女人気はとんでもなくすごい。思ってる以上に女から人気あるぞ。芸能人のファン見てると圧倒的に女人気のが高そうだな。ワールドカップの CM で一気に人気出たよな。クラスの女子がみんな呼んでるレベルでビビる。女からの人気が異常にあるぞ。これにお金落とすのは女性だけだろうけど、男が見てもかなり面白いぞこれ。食わず嫌いせずに見てみろ。おっさんだけど能力バトルアニメとして楽しく見てる。海外でも人気すげーぞ。アメリカのオタクとかが TikTok でブルーロックネタよくやる。普通にサッカーやってる小学生の甥っ子が好きで見てるんだが。本編は面白いんだけど、メディア展開が腐女子に媚びすぎてて気持ち悪い。人気の狙いどこなんだからそれは当然であって、むしろそっちがメインだろ。腐女子受けとかもまあ狙ってるんだろうけど、本としてまずちゃんと男性読者から見ても得る展開を考えて書いてるのはわかる。アニメしか見てないけど面白いわ。無駄なもん省いてサッカーだけやってるところが潔い。アニメ面白いからな、漫画らしい漫画って感じで。オタ、フを気持ちよくさせるハッタリと生きりカッコだけの風潮の一つの結晶みたいな作品。数あるんだから突き抜けないと売れないわけで。能力漫画にして負の要素がプラスされた結果、気持ち悪かろうが売れたら勝ち。サッカーに興味ない人も結構見てんだよな。意外だった。デスゲームみたいな始まり方してるから入りやすいってのもあるかもな。10代男が主人公のスポコン漫画なのに女キャラなしでこれだけ人気出るのは新しいな。男キャラが可愛いからセーフ。サンリオとコラボしてた。シティさんは仕事選ばねえな。模範的少年漫画でしょ。二次セレクションのアイデアは面白い。サッカーやってるかやってた人は嫌いそうな気がする。漫画は読んでないけどアニメは最高に面白い。能力バトル系で面白いしキャラ作りも9大点以上。サッカー感が20年くらい前のノリなのがちょっときつい。ストライカーフォワード発掘したいのにドリブラーとかパサーとかいろんなタイプいすぎだろ。そこは本人がやりたいことと実際にできることの差を描くことでドラマにしてるんだろう。キャラがみなくて面白い。敵だったキャラを味方にしたり、その逆で信頼してた戦友が急に敵に回ったり、多くのキャラを表からも裏からも描いているのが面白い。サッカー漫画としては、オフザボールの動きが鍵とか、今さら当たり前のことを天才的な気づきのようにどうやって、ってなるけど。そのスポーツでは当たり前のことを作中ではすごい戦略思いついたみたいに言う。マイナースポーツ題材の漫画はこれよくやるよな。キャプテン翼超えた。
客つば8000万部か、鬼滅ルートに入った漫画なら超えられるな。やっぱ現代のスポーツ漫画は絵が上手くないとな。これはマガジンが気を使っててジャンプが話にならないところ。そもそもジャンプでは当たらないジャンルだし、テニプリやアイシールドまで遡らないとないだろ。なんか黒子のバスケの青が大量にいる漫画って言われて笑ってしまった。そんなのばかりいたら胃もたれするわ。はブルーロックそんな面白いの？アニメしか見てないけど同じことの繰り返しで飽きる。仮にもこのクラスの原作でアニメこけることありうる？散々言われたチェンソーだって話題にはなったのに、こっちは空気そのもの。アニメ化でめちゃくちゃ人気上がってるよ。空気なのはおっさんの中だけだろう。これ嫌いなのはみんな目がいっちゃってるとこ。なんでこんなガン見してんの？サッカーとしてはアオアシの方が面白いのにブルーロックの方が売れてるんだな。サッカーはワールドカップしか見ないって、そうまで楽しませないと売れないからな。アオアシは面白いけど地味じゃん。イケメンも少ないし。アッツがいるじゃん。そこを出してくるとは。アオアシ面白いのにな。個人的にはアオアシの方が好きなんだけど、あれは超面白い時とつまんない時の落差が激しいんだよな。青谷人くんは典型的なサッカー向いてない性格。他人を敵か味方か養分かを瞬時に見抜くというサッカー選手として一番大事なセンスが搭載されてない。アオアシはアニメ化失敗したね。クソみたいな低予算感プンプンのアニメ。ちゃんとサッカーしてて面白いし、フにもこびてないのに。俺様キャラ多すぎて結局バロウ、おしゃ、ちぎりくらいしか印象に残ってない。男人気はキングバロウ一択だよな。格好良すぎるわ。バロウの確定おもろかったけど、最初からやっとけやとしか。あんなフィジカル全開プレイ気づきでもなんでもないやろ。あそこでパス出さないのが、ほうってなったわ。その辺のスポーツ漫画と違うと思った。バロウは自分がキングじゃないって心折れてからがええんや。最近のサッカー漫画主人公は空間把握能力高いな。フィールドの状況を主人公が説明して読者に伝えるのが便利やんな。結局凡人に特殊能力持たせる系じゃないと読者が自己投影できない感じだから。なんかね、国神とかいう過去描写も何もなく普通に闇落ちする男。潔が地味すぎて好きじゃないわ。国神主人公にしてほしい。通過国神ってポストプレイヤーだったのか。ここまでずっと左にいた気がしたのは気のせいだったか。決まり事でやってくれるけど、本人が得意なのはミドルシュート。イガブリとライチって何のためにいるの？ライチは奮起するシーンあったから活躍あるかもしれんぞ。イガブリは知らん。男目線ですらあの石崎ポジの坊主いらなすぎやろ。メジャーの子守的存在ですらないし。あいつの存在意義って総合スペック高くない主人公がブルーロックに選ばれた説得力のためだけの存在だよな。お嬢ってもう作画も女として描いてるやろあれ。何があの顔で190センチあるの、本当おかしい。大谷翔平見てもそんなこと言えるか。お前らもう一本、もうついでに流行らしてくれ。もう一本は友情ものとしては傑作だと思うけど、スポーツものとしてはリアルに寄ってしまってるから少年漫画として跳ねることはないと思うわ。水島新司に巨人の星みたいな漫画は描けないってことだな。いくら高等無形な実力者を創作してみても競技に詳しいと常識の壁は越えられない。手が上手すぎる。今まで読んだサッカー漫画で一番うまい。正直アニメより漫画の方が迫力ある。それはわかる。というか作画効果だよな。売れてるの迫力ありすぎるわ。客つばとかいないれもそうやし、結局極端にした方がウケるんや。それはあるな。アオアシがブルロになれないのは殻を破ってないからやと思う。女さん要素は盛りだくさんだけど、マガジンで一番面白いのは事実だからな。女性人気だけかと思ってたけど、意外と普通に男性人気もありそうだね。キャラだけでなく、能力バトル部分や試合の駆け引きがちゃんと面白いからね。皆さんはどう思われましたか？この件に関するコメントをどしどしお寄せください。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。